もういいって、こんなしょうもない話してないでゲームやろうよ。なんか何やる？バロかコフか。でもバロは正直誘われ待ちだね。バロはフルパ誘われ待ち。バロは誰かフルパ誘ってくれないかなってつらして待ってるんだよ。じゃあ無理かも。はい、コフ行くか。さっきホラゲ見たいって人いたしな。マジで久々に原神開いてみ。もうだって開いたらみんな言うもん。原神やらないんですか、原神やらないんですか、課金しても結局すぐやめるじゃん。言うもん、課金してないやつがな。まったくもう。でもさ、課金がどうのこうのって僕は言うつもりはないけど、なんか一時期問題になってたよね。課金者と無課金者がどうのこうのでみたいな。一時期ちょっと話題になってなかった。なんか、ツイッターでトレンド入ってみたんだよな。課金者と無課金者がバトってんの。なんか、ちょっとうろ覚えだけど、僕が見たのは、その課金者が無課金者を見下した発言をするみたいなのとか、無課金が、の人が、なんか課金で強くなってるくせに、みたいな言ったりとか、もうなんか、そう、本当に嫉妬と見下しのプライドバトルしてたね。っていうバトルだった。しかもソロゲーなのにな。みたいなバトル。まあ実際、課金して無課金のことを見下してんのは、あんま良くないと思うけど、それは無課金者がそれを持ち出した場合に限りは、そうじゃないんじゃないかなとは思う。どっちが先に手出したかだと思うわ、そこに関しては。原神ってほぼね、ソロゲーだし。まあマルチは一応あるけど、そんななんかバトルとかじゃないからね。